三沢山のふもとにある草原寺は岡山藩主池田家の菩提寺です。豊かな自然に囲まれた寺には野鳥、昆虫など様々な小さな生き物たちが暮らしています。また地域の自然や生き物の暮らしを守り、次の世代へ伝えていく岡山市身近な生き物の里に指定されています。寺の周辺ではアオスジアゲハやアゲハはよく見かけますが、寺の門前にある堀で昨年2013年珍しい蝶ミカドアゲハが発見されました。写真集岡山の蝶など数多く蝶に関する本を出し、蝶の研究家として知られる難波道隆さんにミカドアゲハについて聞きました。蝶をやり始めた40年50年前にはミカドアゲハを岡山で見れるなんてとても思ってなかった。現在は岡山県の南部を中心としてほとんど分布していると。非常にびっくりしています。小型物木は昔から魂を招く木だと言い伝えられ、神社に植えられる珍しい木です。ミカドアゲハの幼虫はその小型物木を餌として成長し、神社周辺に暮らす特徴がありますと話されました。富山公民館は岡山市 ESD 活動の一つとして難波さんを招き、蝶の暮らしを学ぶ講座を開きました。草原寺に到着した私たちはまず草門前で蝶の観察をしました。草門近くの雪柳にある星見筋のさなぎなどを観察しながら、ミカドアゲハが飛んでくるのを待ちました。気になったらこういう蝶がモンシロチョウぐらいの大きさです。ひら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 飛んでいるのをまた見てください。やがて11時過ぎ、3匹のミカドアゲハが姿を見せました。はい、みんな来て、みんな来て、ミカドアゲハ来たよ、ミカドアゲハ来たよ。蝶に興味を持つ富山小学校の男の子たちが珍しい蝶ミカドアゲハの暮らしを調べることになりました。早速草原寺の裏山へ幼虫の餌となる小型マノキを探しに出かけました。あ、これだね、みんな、これ。あ、本当じゃ。ミカドアゲハの幼虫の餌小型マノキを発見しました。でも幼虫の餌になる若葉はありませんでした。なんかお頭の葉っぱの特徴が、葉っぱがふにゃふにゃっていうかぐにゃぐにゃみたいな感じになっているのがよくわかった。お頭の葉を探していた時、最初は全然ないと思ってたけど、よく探したらすごくいっぱいあって嬉しかった。お頭の若葉は日が当たるところに生えてくることが分かった。新しい枝を幼虫がついてないまま取りに行く。今日は岡山県五穀神社へ幼虫採集に出かけます。それで、難波さんの指導で採集した幼虫を入れる飼育瓶を準備します。五穀神社にはミカドアゲハの餌、小型マノキ、若葉がたくさんあります。で、食べ跡を見つけて、その、食べ跡がある葉、あるいはその近くの葉に必ず幼虫がいますから。わかりますよね、要領は。はい、ね、それで自分で探してみましょう。この辺を押さえやって。あ、あった、あった、ここ。大きさは様々でしたが、6匹の幼虫を採集することができました。食べ跡をよく探したら、思ったよりもいっぱいいて見つけれて嬉しかった。初めは見つけれなかったけど、
目が慣れてきたらたくさん見つけられるようになった。僕はミカドゲハの幼虫がそう簡単に見つからないと思っていたけど、結構いっぱいいて見つけられたのが嬉しかったです。6月7日晴れ、気温24度。幼虫観察をしました。幼虫ナンバー2の体長23ミリをノートに記録しました。南波さんからミカドアゲハについてお話を聞きました。ミカドアゲハが九州、山口県、広島県を東に進み、岡山県で数カ所確認できたのは1999年でした。そこで100カ所の小玉の木と大山木に発生した幼虫の定点観測をした結果、10年後の2008年に幅60キロメートルの岡山県を通過して兵庫県へ広がったのです。幼虫ナンバー3の成長観察を見てみましょう。色は焦げ茶からオレンジ、黄緑と変化しました。幼虫ナンバー4と5がさなぎになったので観察記録を書きました。ナンバー3は小玉の木の若葉をしっかり食べてさなぎになる準備をしています。6月17日体が透き通った緑色になり、体をくねらせ帯糸を張っています。6月18日9時表面が少し黄土色になりました。18時過ぎ、幼虫は体全体を動かして表面の皮を後ろへ後ろへと送ります。さなぎになり動きが止まったのは18時35分でした。6月19日、さなぎの表面が硬くなっています。アオスジアゲハとアゲハは、春から夏にかけて、卵、幼虫、さなぎ、蝶の発生を3、4回繰り返します。そのために、蝶がよく見られます。ミカドアゲハも卵、幼虫、さなぎになるのですが、飼育した5匹は9月になっても蝶にはなりませんでした。まだ岡山ではミカドアゲハの発生はほとんど1年に1回のみで、さなぎは寒い冬を越して次の年に蝶になるのです。蝶になった様子です。珍しい蝶、ミカドアゲハの誕生です。成虫が産卵に来やすいような場所にその小型マノキというものを植えてほしいと思うんですよ。1本じゃなくて、2本ぐらいは結構大きな木になるもんで、大木にそれを想像して場所を決めて植えれば、産卵して発生する場所、成虫が今度は蜜を吸いに来るバイカウツギ、バイカウツギももう1本か2本欲しいですね。その5年10年先に安定的にこう観察も皆さん見やすいような場所になると思います。それもぜひしてほしいですね。草原寺周辺はカワセミ、ホタル、オニヤンマなど身近な生き物にとってかけがえのない豊かな自然です。珍しい蝶ミカドアゲハがあちこちで見られるように守り育てていきたいものです。3人は来年もここ草原寺へ来てほしいと願いながらミカドアゲハを見送りました。